はい、こんにちは、神田農園です。今日は、6月の12日土曜日です。今日昼まで仕事やったんですけど、畑の方にさあの雑草の管理とトマトの支柱誘引ですねの作業をしに来ました。暑いね今日は。でこのチャンネルはですね、サラリーマンの私が、農家野菜農家に、新規参入するためのするまでのチャンネルになっております。皆さんチャンネル登録とコメント評価ボタンお願いします。じゃあそれでは、ね、畑の様子を見ていきたいと思います。はい、まずはこれズッキーニをですね、さっき支柱に誘引したんですけど、ちょっと重たすぎてね、これ誘引ってより支柱2本とかでこう交互に刺していった方がなんか効率いいような気がしますね。まあ、ちょっとね後で見ようと思うんですけど、2番手のズッキーニちょっと失敗気味です。はい、でなんだかんだでトマトですね、これもうスーパー放置プレイしてたんですよ。このシュガリーノテールっていう、なんかこの種類はシュガリーテールか、この種類はね放任栽培でいいそうなんですけど、他のはねやっと脇芽取ったり支柱誘引して、あとねこっちのやつは全部脇芽取ったりね書いたやつを全部今水つけて、あとね発根させて土に定植できればなとは思うんですけどね、まあまあダメ元で株を増やしたいと思います。そしてちょっとね暑い、日照りいいじゃん、雨がなかなか降らないんで、ちょっとね植物がだいぶ弱りつつあるんですけど、こちら黒枝豆ですね。こちらはあの岡山サラダ菜とか、ここ何植えとったかな、銀マルチ何やったかな、ちょっと忘れましたけどね、これは何かの後の野菜の後に定植してます。はい、じゃあそっちで、こっちが銀マルチの方ですね、シルバーマルチと、こっちが雑草マルチ、こっちの方がねめちゃめちゃ育ちがいいですね。ここはもともとなんこっちも忘れたな、 この黒枝豆は4月29日発種で、これ同じ定植日になります。でもねやっぱこうシルバーマルチよりも雑草マルチの方が育ちがいいですね。これ多分ね普通にあの地温とかそういう問題じゃなくて、やっぱ肥料とかですね、そういった問題じゃないかな。もう全く最近肥料入れてないんで、この雑草堆肥、雑草マルチか、これがね少しずつ分解して栄養になってるんじゃないかなと思います。もう全然違うもんねこれ、はい、ほとんど違うね、違うね。はい、じゃあ続きましてこちら、これがズッキーニ2番手ですね。ずらっと植えたんですけど、これがねちょっと大失敗してますね。まあ植えてしばらく雨が降らなかったんで、この葉っぱが枯れてしまったんですけど、2枚目次の葉っぱが出てきてるね、まあまあ大丈夫とは思うんですけどね、ちょっとショックを受けております。でトウモロコシもねちょっと黄色みがかってるんですけど、なんとか復活しとうかな、まあいい感じかな。まあこれがなんとかこの今日の昨日の夜から今日にかけて雨降ったんですけど、それでなんとか持ってくれるんかな。これもちょっと芽が出てきてますね、なんとかなるかな。さあじゃあ次行ってみましょうかね、ちょっと放置プレイなとこがありますけど、次行ってみましょうかね。なんか変なのがおる、なんこれ、なんだこれ、新種の妖怪か、誰だお前は、誰だお前は誰だじゃあ無視します。じゃ続きまして、はい、こちら三尺ささげですね。これ今日ネット張る予定なんで、でもだいぶ大きくなりましたね。ここあの前回先週の日曜日にネット張る予定で買ってたんですけど、ちょっとねあの家庭の事情で
思春期を迎えた子供が私の家にはいますんで、ちょっとその兼ね合いでね畑来れなかったんで、そのままネットも何もせずに今、生育途中、まだ大丈夫ですね。今日やれば大丈夫です。でこちらが、豚ですね。はい、じゃあもうそのまま行きます。あ、そう、塩菜が植えてますね。塩菜はやっぱ順調ですね。水が大好きな塩菜なんで、こちらはね雨しっかり降って大きくなってもらいたいと思います。はい、じゃあ続きまして、とんがりキャベツじゃない、これなんだこれ、とんがり豚やないかな、これとんがり豚がおる。誰ですか、あなた、こっち向いて、こっち向いて。あ、まあ無視しましょうね。これネットじゃないで不織布外れてますね。アオムシやられるかな。でもこれが最後、出荷前にね、 JA に出荷する前にちょっともう終わりそうな、これね、インゲンですね、インゲン豆、ちょっと終わりそうです。さあさあ、じゃあこっからですね、こっから、神田農園の8月ぐらいメインになる、オクラですね、オクラになります。これ一穴3粒上に一穴かな、2粒のところもなんかあるね。ずーっと、もうこれ支柱なしで行こうと思ってますけど、ちょっと手と、ん？これ食べられとんか、ここちょっと食べられてますね。まあまあ、よろしいでしょう。さあ、ここが、2畳で1粒3粒巻きの、畝が1、2、3、4、5、5畝ですね。5畝。まだ1000株撒いてないですね、種余ってたんで。こっちは雑草マルチ、雑草マルチが3畝か、雑草マルチが3畝と、もうむき出しの畝、これが2畝。あ、もう1畝ありましたね、3畝ですね。ちょっと待ってくださいね、ぶち返します。バカやろ、くねやろ、くねやろ、チピカラーくねやろ。で次ですね、はい、こちらが、収穫体験の時、美穂さんが来てくれた時の、芋になります。なんとか根付きましたね、ちょっと青くなってますよ、ちゃんと。あ、よかったですね、美穂さん。でこっちが、ハロウィンスイートっていう種類、こっちが紅はるかですね。これ追加でまた撒いてます、あ、定食してます。でこっちが、こっち何やったか忘れてしまいました。これなんか甘いやつですね、甘い芋になります。さてさて、でこちら、じゃじゃーん、なんだろう、すごいでしょ。うん、ちょっと待って、あなたね、さっきから誰、邪魔、本当に。ちょまあ、あなたの方が面白いけど、ちょっと野菜を移らせてください。じゃじゃーん、何、じゃあ茎レタスになります。ジャングルですね、これ、すんごい、ちょっとバナナみたい。ちょっとこれ取ります。かっこいいね、いいですね、最高、うー、最高、ほらいい感じです、しっかり太ってますね。今30センチぐらいまでが結構太くなってるんで、もうちょっと行きたいね。この辺60センチから70センチぐらいまで太らしたいですね。さあ、まだまだこれ需要があるかどうかわからないんですけど、カッパの里ちょっと出してみようと思います。はい、じゃあ次に、こちらはこれが空心菜ですね。これ今日持って帰ろうと思います。これポキ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 折って包んで食べたら最高ですよ。あれ、なんか色が違う、あれなの、ここだけすごい生えたのか、すごいね、ここ大爆発しと、ここすごいね。さあ、お次行ってみましょうか。ほんと、あ、これ母ちゃんが、これ枝豆をここに残ったやつ植えてるんですね。こっちの方が水はけがいいのか悪いのか、どっちやったっけ、こっちの方が水はけがいいんかな。あ、
こっちはもみ殻をしっかり入れて耕したところですね。水はけがいいんか。しっかりなんかこう育ちがちょっと違いますね。うん。お、これパプリカ。ちょっとねほったらかし気味なんですけど、だいぶできてきてます。で、一番果を摘果してないんで、ちょっとね放任しすぎてるんですけど、まあまあちょっとこのまま行きたいと思います。さて、ちょっとね。心配なものが、これね、なんかマルチがね引き裂かれてるんですよ。生地かなと思うんですけどね。なんかねシルバーマルチのとこに穴とか亀裂がずっと入ってて、あそこに雑草がまた生え出したんで、ちょっとねめんどくさいんですよね。ピーマンびっくりジャンボ、こっちの方も一番果突き出してるんですけど、そろそろ摘果したいと思いますね。これ今度次ナスです。ナス。これ水ナスですね。これ雨がしばらく降らないとね、ちょっとねしなびてたんで、もう何個か僕枯れてます。もうね、もう水一切やらないんで、ちょっとね厳しい状況ですけど、何株 ？1、2、3、4、5、6、7、7株？2、4、5、7。水ナスが7株で、こっちが庄屋大長ナスか。こっちはねなんとか生き延びてるんですけどね、ちょっとまだ怪しい状況です。はい、じゃあこちらが1番手の蔵ですね。さっきちょっと品種名が思い出せなかったんですけど、ヘルシエですね。で、昨日ちょこっと見たんですけど、ちっちゃかったんですけど、今日はどうでしょうかね。これが、お、ちょこっと出てますね。見えますか？これ、かわいいですね、これ。これがオクラの、これがオクラになります。かわいいね。ね、かわいいね。やっぱ一穴に2株とか3株あるんで、成長がゆっくりんごとありますね。もう普通だったらね、この前木曜日見に来た時にもうこの状態だったんですけど、もう収穫できそうできるかなと思ってたんですけどね、いい感じかな。こうやってアリが集まってきてますね。なんか甘い蜜とか出してるのかな。でもね、これ去年もアリが結構寄ってたんですけど、それが受粉を手助けしてるんじゃないかなと思っております。こんなもんかな。でもこの辺の葉物、小松菜はもうダメやし、こっちは何かな。ここは何やろ、何も植えてないんか。植えとったけど枯れてますね、これ。水菜は植えとったけど枯れてますね。全然あかんですね。それで、もうこっちはいいね。でやっと雨が降ってくれたんで、一番喜んでるのはこの子じゃないでしょうかね。はい、これ里芋です。ね、来るたんびに一応雑草切ってはいるんですけどね、切っても切っても生えてくるんで、もう根っこから切ろうと思ってもね、うちのマルチ切ったりするし、この防虫ネット、これの支柱も1本切ってしまったんですよ。ちょっと際の方ですね、お母さんが際の方を切って俺が全体の方を切るっていう流れが一番いいんですけど、またなかなか手が回らんですね。はい、ではこんな感じで、神田農園は、6月、まあ、中旬になるとこですね。そんな感じを迎えております。6月26日に福岡マルシェ、それが予定ではまだされする予定なんですけど、コロナ禍でね中止にならなければあるんですけど、ちょっと正直ね出すものがないかなという感じになっております。大ピンチですね。あと2週間しかないので、今日が12でしょ、12日から、2週間、ちょうど2週間後ですね。はっきり言って出すものがなさそうですね。
どうしようかな、ほんと。じゃがいもはね、このカッパの里にもうだいぶ出してしまったんで。で、ここのインゲンもですね、まだまだ取れますけど、もうだいぶ数が減ってますんで、歯抜けになってしまったけどですね、だいぶ少なくなっております。まあ、ここマルシェこれで出してもいいかな。こんがりキャベツちょっとまだちっちゃいけあんまあれですけど、まだちっちゃいもんね。あと2週間どこまでなのかな、ちょっとわからんですけどね。さあ、こんなもんかな。まあね、ズッキーニがなんとか復活しそうなんで、ちょっと一安心しました。はい、じゃあこんな感じで、1本目の動画終わりたいと思います。はい、はいよ、はい、映ってください。はい、うろちょろうろちょろしてから本当にあなたは。はい、ご視聴ありがとうございました。いや、しゃべらんね、全然。はい、もう一回。なんて言うの？任せる。ん？任せる。バイバーイ。ほい。もう無事です。無事です。何て言えばいいかわかりません。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメント、評価ボタンお願いします。ありがとうございました。バイバイ。ピー。